ナンバーアンダーラインアイのボンが優先ランキング1位を獲得ファンの熱意と絆が生み出した成功秘話音楽シーンを席巻するナンバーアンダーラインアイの魅力とは SNS とライブでファンとの絆を深める秘訣。かつて音楽の世界は限られたものだけが栄光を手にする特権の場所でした限られた数のアーティストが注目を浴び多くのファンに支えられて名を馳せることができました しかし、時代は変わり、インターネットとソーシャルメディアの発展により、誰もが自分の音楽を世界に発信できる時代が到来しました。その中でも、ナンバーアンダーラインアイはその存在感を強め、数々のチャートで上位にランクインするまでに至りました。特に、ボンという曲は、リリースされるや否や多くのリスナーの心をつかみ、優先の推し活リクエストでは常にトップを争う存在となっています。 ナンバーアンダーラインアイの成功の裏には、一体何があるのでしょうか。それは、ファンの強力な支援と、リスナーが共有する一体感です。例えば、ボンのリリースに合わせて行われた推し活リクエストキャンペーンでは、ファンが一丸となってリクエストを送り続けることで、見事にデイリーランキング1位を獲得しました。このようなファンとの強い結びつきが、ナンバーアンダーラインアイの音楽をただの楽曲から、 特別な体験へと昇華させているのですリスナーの一人である山田さん、かなは、毎日決まった時間にリクエストを送ることを習慣にしています。彼女は言います。ボンは私にとって特別な曲です。毎日この曲をリクエストすることで、まるで自分もナンバーアンダーラインアイの一部になったような気がします。このようなファンの熱意が、ランキング上位を維持するための大きな原動力となっているのです。 また、ナンバーアンダーラインアイのメンバーも、ファンとの交流を非常に大切にしています。SNS を通じてファンとのコミュニケーションを積極的に図り、ライブ配信やイベントで直接感謝の気持ちを伝えることを欠かしません。こうした姿勢が、ファンとの絆を深め、ナンバーアンダーラインアイを応援する理由を一層強固なものにしているのです。ボンが優先のデイリーランキングで1位を獲得した日のことを、 ファンの一人である佐藤さん、かな、はこう振り返ります。あの日、私たちファンはまるで自分たちが優勝したかのように喜びました。ランキングが発表された瞬間、SNS は祝福のメッセージであふれ、一体感を感じました。このようなファンの声からもわかるように、ナンバーアンダーラインアイの音楽は単なるエンターテインメントを超え、ファンとの深い絆を形成する要素を持っているのです。さらに、 ボンの人気が高まる背景には、楽曲そのものの魅力も大きく関係しています。この曲は、キャッチーなメロディーと感情を揺さぶる歌詞が特徴で、多くのリスナーが共感を覚える内容となっています。特に、若者の心に響くテーマが多く取り入れられており、彼らの日常や感情に寄り添うような歌詞が、ボンを特別な存在にしているのです。また、ボンがリリースされた際には、 多くの音楽メディアや評論家からも高い評評価を受けました。音楽評論家の鈴木さんかなは「ボンは現代の若者の心情を的確に捉えた楽曲でありナンバーアンダーライン I の表現力が遺憾なく発揮されている」とコメントしていますこのような専門家からの評価もボンの人気を支える一因となっていますそしてボンの成功は他の楽曲にも波及効果をもたらしました 同じく優先のランキングで17位にランクインした No.Yes もその一例ですこの曲もまたリスナーに強く支持されており今後のランキング上昇が期待されていますファンの間では次は No.Yes を1位にという声も多く聞かれさらなる応援が続けられていますこのように No.underlineI の成功の裏にはファンとの強い結びつきと 楽曲そのものの魅力が大きく影響しています。彼らの音楽は、多くのリスナーにとって、日常の中での大切な存在となっており、その一体感がランキング上位を維持するための原動力となっています。今後も、ナンバーアンダーラインアイの音楽がどのように進化し、どのような新しい魅力を届けてくれるのか、ファンとしては目が離せません。しかし、成功の道は決して平坦なものではありません。 ナンバーアンダーラインア I のメンバーは日々の努力とファンへの感謝を忘れずに活動を続けています。特にライブパフォーマンスや新曲の制作には常に全力を注いでいます。彼らの情熱と努力がファンの心を捉え続けているのです。またファンとの交流イベントや SNS でのコミュニケーションも彼らの活動の一環として重要視されています。ファンとの絆を深めることで 彼らの音楽がより多くの人に届き、共感を呼ぶのです。今後も、ナンバー・アンダーライン・アイは、ファンとの強い結びつきを大切にしながら、新たな挑戦を続けていくことでしょう。そして、ナンバー・アンダーライン・アイの成功は、音楽業界全体にも大きな影響を与えています。彼らのように、ファンとの強い絆を持ち、音楽を通じて共感を呼ぶアーティストが増えることで、 音楽の楽しみ方やアーティストとリスナーの関係がより深まっていくことが期待されます音楽は単なる娯楽の枠を超え人々の心をつなぐ強力なツールであり続けることでしょう No.1-i の未来にはさらなる可能性が広がっています彼らの音楽がこれからどのように進化しどのような新しい魅力を届けてくれるのかファンとしては非常に楽しみですそして その成功の背後には常にファンの支えと応援があることを忘れてはなりません。ファンとの強い結びつきが n ンバーアン Underline I の音楽を特別なものにしているのです。最後に皆さんに問いかけたいと思います。あなたにとって n ンバーアン Underline I の音楽はどのような存在ですか彼らの音楽を通じてどのような感情や体験を得ましたかぜひ、 自分自身の思いや体験をシェアしてみてください。それが、彼らの音楽をさらに広め、深める一歩となるでしょう。そして、これからも、ナンバーアンダーライン愛と共に歩んでいく未来を楽しみにしましょう。そして、その問いかけに対する答えが、私たち一人一人の中にあるのです。音楽というものは、時に言葉では表現しきれない感情や思いを伝える力を持っています。それは、 ナンバーアンダーラインアイの楽曲においても同じであり、彼らの音楽がリスナーに与える影響は計り知れません。例えば、ある日仕事に疲れ果てて帰宅した時、ふと耳にしたボンのメロディーが、どれほど心を癒してくれたことでしょうか。また、友人との別れの瞬間にノーイエスを聴きながら、彼らとの思い出が一層鮮明によみがえった経験があるかもしれません。音楽の持つ力を改めて感じる瞬間は、 私たちの日常の中に何気なく存在しています。それが、ナンバーアンダーラインアイの楽曲であるならば、その力はなおさら強く感じられることでしょう。彼らの音楽は、私たちの生活の一部となり、時には励まし、時には寄り添い、そして時には新たな気づきを与えてくれます。そのような存在だからこそ、彼らの成功を共に祝うことができるのです。さらに、 ナンバーアンダーラインアイはその音楽を通じて多くの人々とつながりを持つことができました彼らのライブには全国各地から多くのファンが集まり一緒に歌い一緒に踊り一緒に感動を共有するのですライブ会場での一体感はまさに言葉では表現しきれないほどの熱気と感動に包まれていますそれは彼らの音楽が多くの人々にとってどれほど特別なものかを物語っています このようなファンとの交流の場は、彼ら自身にとっても非常に大切な時間です。ステージ上でファンの歓声を聞くたびに、自分たちの音楽がどれだけの人々に愛され、支えられているかを実感するのです。そして、その感謝の気持ちを次の楽曲やパフォーマンスに反映させることで、さらに多くの人々の心に響く音楽を作り出していくのです。彼らの成功の裏には、 常にファンの存在がありますファンの応援がなければここまでの成功を収めることはできなかったでしょうだからこそ彼らは常にファンへの感謝を忘れずその思いを音楽に込め続けていますその姿勢が多くのリスナーに共感を呼び新たなファンを生み出す原動力となっているのです